天の神と竜宮の神。昔々、宮古島の伊良部の島に、魚釣りの大好きな漁師がいました。今夜も月明かりを頼りに、夜釣りに出かけた際、竜宮、竜宮、雨を一粒降らしてくれないか、と、どこからか声が聞こえてきました。すると、海の中から雨の粒が一粒天に上がっていったと思うと、パラパラっと小雨が降りました。この様子を見ていた漁師は、天から降る雨は海の中の竜宮が上げていることを知って驚きました。それからしばらくして、伊良部の島の長い間雨が降らず、干ばつが続いて稲も枯れかけていました。そこで漁師は海に行って岩陰に隠れて、竜宮、竜宮、雨を三粒降らせてくれと天の神様の声を真似しました。すると海から雨が三粒上がり、やがて天から大雨が降ってきました。村人たちは雨を降らせることができる漁師に感謝して、漁師が望むものを何でも与えました。漁師はウハウハで、俺は天の神様じゃ、いつでも雨を降らせてやるぞと鼻高々でした。しかし天の神様と竜宮様がこのことを知ることになりました。再び海にやってきた漁師が天の神様の声を真似て声をかけると、竜宮様が海から飛び出してきて、天の神様も一緒になって漁師を追いかけ始めました。漁師は必死に逃げ回り、やがて人間を助けてくれる神様、アンガマ様のいる洞窟に逃げ込みました。アンガマ様は天の神様と竜宮様をうまく取りなして、天の神様をなだめ返しました。命拾いした漁師も天の神様を騙した罰として少しの間石にされてしまいましたとさ。おしまい。